シドニー・ M ・アラナビッツ・ユナイテッド・ステイツ・コートハウス、シドニー・マイヤー・アロノビッツは、アメリカの弁護士、アメリカが衆国連邦判事。1920年、フロリダ州キーウェストで、地元のルーマニア系ユダヤ人2世の織物商人の、息子として生まれた。1937年、キーウェスト高校を卒業し、卒業生総代と級長を務めた。百四十二年に、 フロリダ大学で文学史の学位を取得し、1943年、ユニバーシティ・オブ・フロリダ・カレッジ・オブ・ローでホーム博士となった。アメリカ陸軍に入り、1943年から1946年までキャプテンを務め、ブロンズスターメダルを受賞した。1946年から1976年までマイアミでホームの仕事につき、 1962年から1966年までマイアミシティコミッショナー、1965年には副市長を務めた。アメリカ合衆国大統領ジェラルドアール・フォードにより1976年8月4日にウィリアム・マーティンズの公認としてフロリダ州南部地区連邦地方裁判所に任命された。1976年9月17日、 アメリカ合衆国上院による承認を経て、4日後に許可証を受け取った。担当した判例としては、トレジャーハンターメルフィッシャーのスペインのガレオン船、アトーチャ号に関する主張が挙げられる。1988年10月31日、シニアステータスにつき、1997年にマイアミで死ぬまで裁判所に残っていた。2009年10月、大統領バラク・オバマは、 会議員イリアナロスレーネ年より提出されたキーウェストの米国郵便局税関裁判所をシドニー・エム・アラナビッツ・ユナイテッド・ステイツ・コートハウスと改名する法案に署名した。ありがとうございます。